様、皆様、こんにちは。こんにちは。お昼だよ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 。全員集合。はい、今日はですね、地味な感じでですね、スイちゃんの声がとても低いということで、はい、酒焼けですか？違います。昨日ね、あの1曲レコーディングしてきましてですね、酒焼け。酒焼けじゃない。酒焼けって曲？酒焼けじゃない。二日酔いで。二日酔いで、そんなことないですよ。結構これね、あのブラウン缶トーストわかんないかもしれないけど、ブラウン缶じゃないけど、でもね、いやいや、このなんか生声をここで聞くとちょっと低いなって感じ。低いね、低い。ドスが効いてる。そんなことないです。よっ、そんなことないですよ。いや、まあ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 、そんなこともあれですけども、6月も終わりでございますよ。ああ、6月なんだら、はい、今日は22だって、うん、はい、6月22、はい、もうね、梅雨まっしぐらでね、はい、なんか暑かったりしてますよね。梅雨終わったのかなっていう時ありませんでした？ありました、ありました。そうだけど、夏みたいな。そう、今日もなんとなく曇ってる感じでね。今日はね、やめて、終始雨が降るらしいです。マジマジ。え、そうそう、え、今日夜は止むんじゃないの？ あ、そうなの。あ、わかんない。今から雨降るの？え、もう降ってるし。降ってないよ。え、降って、まあ降った、え、降ってないよ。北千住降ってなかった、ね、あ、ほんと。私の家の近くちょっと降ってた。降ってない。いや、やばい、今日走りたいのに。走ったらええがな。ポンチョさ、来て走れた、どう？まあいいや。この前、ここで雨も関係なく走ってますって言ったらね、かっこいいですねって言ってくれる人がいた。あんた今その声で雨の中走ってたら、もう次回どういう声になってんの？その人はその姿を見てないからこう言えるわけです。 あんた髪短いですね。そうなんですよ。短くなってる。もうずっとダメ出しがね、ずっと終始ダメ出しが。あ、ピコピコが欲しい。あ、欲しい。あ、ない、確かに。色味のものでやめなさい。あんたは2週間ぶりじゃないですか？違う、私だから2週間ぶりじゃないですよ。3週間ぶり、4週間ぶり、だから1ヶ月ぶりになるんですよ。おお、スイちゃんリアル1ヶ月ぶりじゃないだから。そうなの。会ってないの全然。会ってないよ。へー。ちょっとじゃあ、まゆみちゃんの髪型がどんどん短くなるなって、あの Facebook 上では確認してて、うん、うわ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 と思ってね。そのうちなくなっちゃうぞ。なくなっちゃう。こっち側綺麗だね。ちょっとここら辺ちょっとね、何寝癖が。今日ね、朝からまゆみちゃんの寝癖ダメ出し大会が始まって、もうね、ずーっとまゆみちゃんもうちょっとこうした方がいいっていうの、え、みんな思ってると思うよ。え、うん、誰からもまだ言われてないけど、そこがいいとこなんだよ。髪型もそうだし、人生もなんだよね。あお母さん。このお母さん。神戸で育てて、もう一回育て直して一からこら胎児から、ね、胎児からやります。お腹の中からお願いします。うまいこと言って、はい、そんなことそんなわけでね、はいはいはい、行きましょう、行きましょう。今日のトークテーマは夏にしたいことということで、夏にしたいこと、ね、はい、まあ、このあ、これからいいかな。じゃあどんどんね、暑くなってきますのでね、うん、はい、行きましょう、はい、こんにちは。こんにちは。皆さんこんにちは。暑くなってきましたね、うん、さて、私の夏にしたいことは、小学1年生の娘を東京ディズニーランドに連れて行ってやりたいです。優しい。いいね。あの、関西の彼ですね、うんうんうん、そして今年の夏ついに行くことになりました。あ、バンバンバン、バンバンバン、できたね。ただ、うん、高1の息子が行きたくないということもあり、うん、まあ、多感な時期ですね、うん、私は息子と留守番、嫁の妹が、横浜にいるので、うん、私なりの気遣いなんですが、うん、たまには姉妹で過ごすのもいいと思うのですが、うん、いいかな？皆さんはどう思われますか？うん、私は一人っ子なので分かりませんが、うん、うん、兄弟？私聞いてた、ちゃんと。一生懸命になるのはいいけど、うん、こっちの話もちゃんと聞いて。そうね、やっぱりさ、ほら、うん、結婚して子供が生まれてってなると、姉妹では、うん、姉妹兄弟ってどうしてもほらちょっと関係が若干さ、うん、薄くなったりもする。まあ、うん、薄くはならないかもしれないけど、あの、疎遠にはなるじゃない、少し、うんうん、だからこういう機会っていうのは素晴らしいんじゃないですか。ね、そうですね、本当に。こう女だけで、うん、みたいな。そうだね、うん、私も実家に帰ると必ず兄弟集まるけど、ディズニーランドにお父さん必要なんですけどね。それ並ぶ要因でしょ。そうそう、ディズニーランドのお父さんって並ぶのと、ディズニーランドのお父さんって何よ。お父さんの役割って並ぶのと、カメラ撮ったりビデオ撮ったり。そうそう、結局そういうことをやらされてる感じだよね。で、最終的に運転もして帰んなきゃいけないじゃない。だからお父さんって大変だよね。大変、子供寝ちゃうから。そう、
大変だって毎日ちゃんと働いてるわけじゃんみんな当たり前だけど休日はそれで働くわけよ、うん、それでさ週末さ朝から起こされたくないよね気持ちわかると思ってお父さんありがとうみたいな感じになる大人になったら なるなる、うんまあ、うちそういうこと多分やったこと一回もないと思うんですけど、うん、ディズニーランド的なもの関西にないんで、うん、そっか、うん、うちね通天閣通天閣行くかいなお父さん通天閣並びに行かないでしょどんだけ人気あんの私前に、うんまあ、結構前ですけど 7,8 年前に大阪にお仕事があって行った時に通天閣登ったんですけど、うんうん、あ登ったことあんだもうね一番ショックだったのが窓が汚かったもう埃っぽくていや通天閣は綺麗なイメージ一切ないよ、私行ったこと一回もないんですけど、うん、2階建てですかもねあそうなの低っ2階登ったら終わりいやテレビでしか見たことがないですわ通天閣は他にもメールがあ、まだもありますはい、はい、次いきます、はいはい、暑いがなもうジメジメしてベトベトやん今日はいつもよりメールするのが遅い直樹だよ全員集合おはようございますなんかもう乗っ取られてますけど、うん、乗っ取られてる乗っ取られてる直樹しか集合してないわ本当だわ直樹以外を募集します募集しようか久しぶりにリアルタイムで放送が見れるんだお今じゃあ見てくれてんのかなあーどうもどうも直樹さんまだお顔そうですそうまだお顔を拝見したことがないという、ね、うなんなら直樹さんちょっと写真送ってくれませんかしっかりあの今週の1枚とかで使うから証明写真じゃないんだよだってさお顔がさそうなの私の中でもまだ未知の人だから、ね、すごいあれでもいい手書きでもいいですあ手書きでもいい絵がいい絵でもいいかな、ね、それをあの写メで撮ってじゃあ送っていただいたら実写は生々しい生々しいって言うなそうだねはいなんか緊張するぞ、はい、昨日はギャーと誰かの叫び声が奈良まで響いたような誰私だねじゃ昨日さあの ご飯炊こうと思ってさお米こうやってやったらなんか変なものが見えてうみたいなそれさびっくりしてあでも本当にちっちゃかったから分かるよ飼ってんの飼ってたいつの間にか家族増えてたえだからそれやばいよねそうで今日ゴミの日だったかと思ったも、うん、もうそのままもうお米全然炊かなかったんですか？でもしばらく炊いてない時期があって、うん、お米はね冷蔵庫だよ。そうみんなに言われた、うん、でもねうち実家も冷蔵庫に入れちゃった私もそうだったんだけど、私もそうなの昔はやっぱり入れた方がいいんだって違かったんだけど、うん、お米はねすごいやっぱ劣化するし味も落ちるから冷蔵庫入れてくださいって米屋が言ってたそうか、うん、いやもう次買ったらいいで私さ、うん、大麦を買ったばっかりなんですよ、うんもう体に、はいはい、最近ちょっと健康志向で、あ、いいねいいね。で、めっちゃ腹持ちいいから、あ、あとで教えるわ。私も大麦とか食べてる。あ、本当？うん、あれやばいね。だから体お姉さんも、お姉さんも、ね、お姉さん、姉さん。私もさ、今日なんかねお姉みたいな。中尾明みたいな。中尾明はいい、ね、お姉じゃないよ。いいね気持ち悪い。はい。気持ち悪いコメビツの手入れはしっかりしようね国蔵虫が全然メールがさ伝わんないからちゃんと読んでよコメビツの手入れはしっかりしようね国蔵虫が繁殖するぞ、はい、で夏にしたいことは最近筋肉がたるんできたので腹筋をバキバキに割ってやろうかと試案してますいいですねじゃあその使用前使用後みたいな感じで送ってくださいシックスパックに割れたら写真送ってあげる、ね、写真送ってあげるねってかなり上から目線できましたね今週しかも今週の1枚でアップしてねえ、いらんてかということで直樹さんからいただきました取り上げましょうシックスパックはい、シックスパスクパスク6つに割るやつね6つに割るやつねあのマジックとかで書いてダメですよよく言うからねバカでしょまだあるまだあります、はい、はい、夏までに何とかしたいこの中気仙沼からそう、チューヤンです字余りえ、なんかそれでさ1個終わってんだけどどういうことこれえだから2個来てる。あら追伸切れちゃったんじゃない切れちゃったのかなそういやスイちゃん、さやちゃんと一緒に夏に会えたらいいねうんデシベルも来ちゃえうん夏に気仙沼だよ全員集合ができたらいいねだっていいですねいいですね生喉楽しみだなではではごきげんうごきょぎょんうるわしゅごきょぎょんうるわしゅ前回見てないあまだ見てない見てないんだなにこあごきょぎょんうるわしゅすごかったよ私はちょっと一昨日ぐらいにおさらいしてもう一回見たらもう面白かったおさらいするんだおさらいしておさらいする私生電話が来たことしか知らんもんだあれ面白かったごきょぎょんごきょぎょんうわしごきょぎょんそうなんですね始まってすぐだったよ ねええー私あの電話来た時すげえびっくりしたからね、うん、もう時間始まってるはずなのにスイちゃんからもあなたからもすっごい電話が来て何事かと思ったそうそうそうで体調悪いって言ったからえさっきまで乱してたのにどこでぶっ倒れたのとか思ってどうしたらいいのどうしたらいいのみたいなでももう行かないといけない時間で、ね、
みたいな。前回ぜひ見てない方はアーカイブでね、アーカイブで、はい、私も見ます、いいよね、うん、いいよね。で、夏にしたいこと、夏にしたいこと、ちゃんと絵も描いたんで、ね、私ね、うわーすごい、これどうですか、さやかタコになってるけど、クラゲなんだけど、あ、タコじゃないの、ごめん海の中にいるでしょうがよ。タコだって海の中にいるでしょうがよ。人が泳いでるらへんにいるのってクラゲぐらいしかいないでしょうが。いや、あんたなら書きそうだから、ね、これはさ、でも誰が見てもタコだよ。タコだよね、タコだよ、タコだよね。足多すぎるか。あ、そう、うん、なんか飛んでっちゃってるの、うまいね、飛び魚なんだけど、わかんねー、まーちゃん、わかんねー、まーちゃん飛び魚なっちゃった。私ね、スイカ食べ今日もスイカ食べてきたんですよ。じゃあもうしたじゃん。私ね、スイカ大好きみたい、やっぱり。そうだから、そんな夏にしたいことはスイカ割り。今度あの志村けんみたいな早食い大会しましょうよ。やろう。あ、これ、あ、いいね。私ちょっと自信あるよ。嘘、私も自信あるよ。この人好きなんだよ、それやるのが。昔から言ってた。あれすごいんだよ、食べるってかもう落とすって。もったいなくない、でもあれ。もったいない、もったいないからやめよう。もったいない、スイカ割りしたいんだ。スイカ割りしたい。でもスイカ割りするとさ、スイカが美味しく食べれないんだよね。そうだ、実感目通ってないか分かんない。そうそう、だからね、あんましたことがないんだよね、うん、なかなかする機会ってないよね。ない。でもなんかスイカをね、あの鳥取のあの市長、支部長にね、鳥取市長、鳥取市長来ちゃった市長は本当の市長になっちゃうから、本当の人になっちゃうからね、偉い人だから、公務員さんだから、支部長にね、うん、言ったの、送ってくださいって言ったの。去年送ったから、お、送ってくれてくれたから、今年もお願いしますって。何玉いるって言われたから、1玉でつって。そこは3玉じゃないんだ。え、ここ持ってくるじゃん。あ、ここ、ここ、ここ持ってきて持って帰るねえ、いや全然いいと思うけどスーツケース持ってくるよねえ、あ、最後さ、割れてるよ、そしたらきっと。そっか、ね、そっか、きついね。待ってます、やりたい ね、スタジオで、うん、あれ、あ、小玉スイカ割りじゃしよっか。小玉スイカ私買ってくるから、ここでこんなんちダメか、怒られるから結構ビニールシートとか敷いたらいいんじゃないかな。ブルーシートになるよね、もうね。そうだね、うん、まあ、ということで私はね、夏もう暑い中で冷たいスイカが食べたい。あ、うん、夏にしたいことです。 あなたは夏でしょ。夏です。もう夏っていうと、もう私はもう子供の頃からもう花火が大好きで、花火やる方、見る方、やる方、やる方、楽しいね、うん、花火、うん、ただもう最近っていうのは、あの花火ができる場所が少なくなって、少ない少ない、おりますよ、うん、公園とかダメでしょ。ダメです。で、川沿いとかも結構ダメでしょ。ダメと言われてるところが多い。どこで、どうしたらいいのよ。ね、一回ね、どっかのライブハウスで、うん、ライブハウスの中で、うん、花火してみたことがある、うんうん、言ってた、それ去年の。それ私も聞いたな去年も言ってたまさかその話するんじゃないよなと思ってでも、ね、それすっごい思い出に残っていて、まあ、そのライブハウスのマスターがで、ね、ちょっとノリがいい方で、ね、うん、でその、まあ、ライブハウスが今もうないんでしょ。もうないの、うん、わーニコタマにあったね、わー、切ない。ちょっとでも煙出たら消しますからねって言って、うん、ちょっとでも煙は出るでしょ。出るよね。どんなもんかなと思ってね。あ、まあ、手持ち花火だったんだけど、こうやって。でも私ね、暗かったなと思うけどね、一人暮らしで、あのベランダで、あの、あ、ベランダでやるよ、花火ね、私もやってた、やってた、やってた、ベランダはいいよ。その像、その絵をさ、なんか思い出したらちょっと暗いなと思ってね。え、暗くないよ。暗くないか、うん、綺麗だよね、気持ちいいよね。いや、なんかね、気持ちいいっていうか、あの、心休まるよね。そうそうそう、あのパチ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 っていうのがね。そう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 、普通のやつはベランダでできないね、やっぱ。できないね。あ、でも、あ、普通のやつは無理でしょ、うん、シューって言っちゃうから、ね、シュバーって行くのはダメでしょ。前はね、あの玄関の前とかで結構やった、あのね、あのやってたね、ちっちゃい頃なんて。バケツは絶対持ってね、みたいな感じで。そうそうそう、今それまたできなくなったから ねうるさいよね、今。うるさい、うるさい、うるさい、もうさ、なんでもかんでもね、ねえ、おおらかな気持ちで生きよう。ちょっとお偉いさんに言ってきて。そうすると声もこのようになりますあ、コメントが来てますね。足が8本じゃないからタコではありませんね。これね、私が食べちゃった、うん、ゲーム。私が食べちゃった。食べちゃったの。あ、7本あった今数えたら。ほんとだ。夏にしたいこと。クラゲのつもりで描いたもんだって。そっか、タコじゃないもん。クラゲってさ、そもそもこんな足だった。なんかうようよ、うようよしてんの。あ、うようよしてんの。まあ、足っていう感じじゃないね。足足っていう感じ。てかもうなんか、あの、うん、なんていうの、足が、足っていうか下半身がもうなんかふにゃふにゃな感じで。下半身が、でもね、下半身がふにゃふにゃ。これお盆明けになっちゃってますね、だからね。お盆明け、あ、そうですね、クラゲがね、出てて ね。ちょっと海の描写難しいんだもん。で、海って書いちゃったんですね。あ、どうですか、デシベルちゃんは。夏は、デシベルちゃんは
これでしょ、これでしょ、ちょっと気になってるの、うん、何よ、跳ねてるよね夏はね、うん、やっぱ海海だよね、すかね、うん、私あの沖縄が本当に死ぬほど好きなので、うん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 、もう沖縄に行って言うほど行ってないよね、でもいや、あの人生で言えば言うほど結構行ってるんですよ。そうなの？うん、あの大人になってからあんま行かなくなったけど、高校中、高校くらいからか、あの家族で旅行に行くようになったから、うん、夏休みに、うん、で結構それ毎年行ってたんで、うんうんうん、で大学入って、そうね、でも最後に行ったのは5年ぐらい前で泊まってますね、うん、沖縄私も行きたい、沖縄マラソン出てみたいんですよね。またマラソン？ごめん、もうさ全部マラソン出ないでも人生と人生が何、人生が何そうなっちゃって、なんか予定だから旅行とかあんま考えないでマラソン大会が旅行になっちゃってて、そういう人多いんだよね。すごいね。あーでもそうだろうね、うん、大会があるからで、あなんかこの間テレビであれ見たわ、あの富士五湖回ってたマラソンのやつ。あ本当、うん、出てたんじゃないの？うん、じゃなくて、みんなそれですごい朝早く集まるでしょ、うん、4時とかじゃんか、うん、だからサービスエリアとかに、夜中とかにさ、みんな こんなんなってるわけで、あの人たちはこんな時間に何をしてるんでしょうかみたいな感じで、うん、インタビューされてて、いや今からマラソン大会出るんですよみたいな、スイちゃんもこんなんだったのかなとか思いながら、私かかってねえさ、その時間はどこでも寝るもんね。いや、どこでも寝れるっていうのは羨ましいことですよ。本当この前友達とご飯食べた後に、いや、お友達のお家行ってね、子供とかがいるお家で、うん、でご飯食べて喋ってたらすっごい眠くて、友達と喋ってたけど眠くて、もうすっごい寝ちゃったの。もう寝ないけどこんなになって、なんかすごい思いした。ごめん、なんか面白くもなんともない話をすいません公共の電波ですいません友達と話して寝ちゃったの。そうなの、寝ちゃいそうになった。疲れてんじゃない？そうかもしれない。おねえばっかりしてて、そうか、おねえばっかりしてて疲れちゃうの。そっか、二丁目ばっかりで。そか、私もこの間ね、すっごい申し訳ないんだけど、レッスンの最中にもうこんなになっちゃって、うん、先生でしょ、あんた。そう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 、だからそれやばいじゃない、さすがに。友達でもないからさ、やばい、で、一生懸命弾いてるんだけど、私ここでこんなになってるからこれはいかんと思って、しかももう楽器とかもさ、バーンって外しちゃいそうなぐらいになってた。だからこれ楽器も壊れるみたいな、うんうん、ちょっと一回中断して、ちょっといいっすかっつって、ちょっとドレミで読んどいてくださいみたいな、うんうん、で、缶コーヒー、缶コーヒー冷たい缶コーヒー買ってこう当てたりとかして、飲んだりとかして、大丈夫ですか？当然バレるんで、すみません、ちょっと眠くてっつって飲んですごい先生だね、起きますねっつって。チェロのレッスンって確かになんか音聞いてたら、まあ、こうなりそうだよね。そうだね、あのね、うん、そうなんですよ、うんうん、終始音が低いんでね、うん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 、大変なのかな、ね、そういう時だからまぶたに目が開いてこうやって聞いてればいいの。だってチェロはあっちに行っちゃうからさ、私が持ってるその前の問題だけどね、そのチェロとかの問題の前にさ、先生だから、先生ですから、うん、星ヒューマンみたいな目を描いて先生どうしたんですかってキラキラしてもらってでも返事しないでしょ、寝てるから、うん、全然、うん、全然夏にやりたい話からもうすごい、ああ、いやだから、うん、だから沖縄に行きたいっていう話、行きたいねっていうところですね、はい、小笠原でもか、夏みたいな息が出ましたね、うん、はい、そうですね。ではあのさ、これあ、そうです、そうそれ何っていう話、そうそう、実はですね、なんでしょう、野菜生活のシークワーサーミックスって、はい、ってあの、なん去年とかね、うん、今も売ってんの？なんか売ってたの見たことありますよ。そう、あのね、普通に売ってんじゃないの？普通に売ってるんですけど、友達がカゴメのお仕事をしててですね。ああ、いっぱいくれたの？あ、くれたって。サンプルって書いてる。ああ、もうね、そう、すごい。まあ、まあ普通にいただいてあるんで、いただいた。せっかくだからと思って。飲もう、みんなで。いただきます。カゴメのスポンサー待ってます。待ってます。野菜生活で私たちも生活しちゃいます。何言ってる？何言ってる？何言ってる？ちょっとじゃあ CD 行きましょうか、うん、そうですね、では CD の前に写真があるんですけど、 あ写真、はい、写真、あ忘れてた、今日なんかすっごいね、今日すごいダラダラ喋ってた、20分も経っちゃったんだね、もうね、あんたたちがダラダラ喋るんだよ、あんた何よ、じゃあ何じゃあどっち、じゃあいいよ、じゃあ今週の1枚、はい、じゃあまずはですね、まゆみちゃんの写真からですね。まゆみちゃんの写真、4人の美女たちが、あ、美女たちが違って自分で言っちゃうけど、はい、はい、ね、次回じゃねえや、前の回に休んだあれですね、うんうんうん、控室がね、白装束になってました、うんうんうん、まあ、白のあれだったんで、うんうん、白衣装でということだったので、うんうんうん、あー、そう、これはね、
歌手のね、アニさんのツアーに行ってきたんですけど、この、ま、前の左の方がすごい可愛いなと思ってた、私ずっとこの子でしょ、うん、この子ね、あの普通にテレビとか出ちゃってる子だから、そうなんですよ。バイオリン、バイオリンです、うん、あの天野けいちゃんってすごい可愛らしい子なんだけど、すんごいサバサバしてて、うん、この好感度、うん、なんかこの顔で、あ、こんにちはとか言われたら、うん、あ、そうだよなって思うけど、すんごいサバサバしてるから、うん、っつってまあでも似たような感じ本当にそうなの、すっごいサバサバしてて、あの可愛い子ぶってないところがね、うんうん、めちゃくちゃいい感じで、わ、この中に可愛い子ぶってる人が一人もいないので、ここにいるじゃん一人。あーやだーもうメガネのなんだこの子供は子供じゃねえ、子供じゃねえよメガネの子さ、たまに可愛い子ぶって、それが私本当にこれで可愛い子ぶってない、困ってんだけど私可愛い子ぶってない、可愛いじゃないですか。いやいやいや、あのこれね、これどこですか、何神社？平安神宮です。うん、はい、京都がの会場 の裏がね、平安神宮だったんですよ、うん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 、で、みんなで遊びに行って、京都はね、あと清水寺も行ったんですけど、ちょっとあの待ち時間もあったのでちょいちょい出てたんですよね。あ、いいですね、うん、これが現の4人のカルテット、うん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 、この4人で8月の末まで回りますけど。バイオリンで、ビオラはどの方になるんですか？ね、一番 右下がビオラで、うん、そうだから左側がバイオリン2人、うんうんうん、右が低い弦2人、うんうん、バイオリンはもうバイオリンで、なんていうんですか、同じバイオリンなんですよね。どういうこと？なんていうんですか、そこのまたバイオリンに種類とか出てこないですよね。種類、うん、ないよね。種類って何？ビオラとか名前変わってくるもんね、大きさ変わったら。バイオリンの種類って何ですか？いや、なんか全く持ち方とかあ、持ち方、あ、逆に持ってください右肩に持つとか、そういうやつあ、そういうこと原産国とか聞いてみた、そう、聞いてみただけです、すみません。あ、使ってる楽器ってこと？あ、使ってる楽器じゃなくて、ごめんなさい、気にしないで。バイオリンはバイオリンだよね。アルト、ソプラノバイオリン、アルトバイオリンとかあるのかとか、そういうこと？そうそうそう、あるかい説明しないよ、ちゃんと自分の言葉ででもね、弾いてる譜面は違うんですよ、うん、なんか、うん、うんじゃねえよファーストバイオリン、あ、そうそう、第二バイオリンとかいうかぶりすぎかぶりすぎ、はい、はい、それはね、わかる、わかる、それはわかってる。バイオリン、バイオリン、ビオラ、デシベル、うん、ね、チェロの人いないんだね、うんうん、バイオリン、バイオリン、ビオラ、チェロですけど、うん、あれ、なんか見える、すごいコメントが、コメントが来てます。今日を引く女おみくじですね。その後にね、はい、どうぞ次の、あ、そしたらおみくじ写真をドン、すいませんあ、じゃあ2枚出したってこと？出したみたいだね、ありがとうございます。うん、あなたの話長いから手短にして、手短に、今日を出しまして、うん、ここでも、うん、平安神宮でも出して、その前の清水寺でも出して、私今年のお正月にも地元で出して、うん、まだ半年ぐらいしか経ってないんだけど、私もうすでに今日3回弾いてるんですよね。すごくね？でもそこで毒出してんじゃないおねえ毒出してんじゃないあんた、あんた千住の母でしょあんたここで毒出しといた方がいいわよ刺されるわよ、誰によすごくないですか？でもすごい、でもこの写真をさ、ね、3つ並べてるあんたもすごいよ。なんで、いや、びっくり、なかなかこんなこともない、私生まれて初めてですよ、こんなことは。もう出るもの出るもの全部今日なわけ。何事も人の力に及ぶまじ神の御心なるを知るべし。これでお正月のお前が書いたのは今日出してさ、結んでこないんだ。じゃあ、じゃあ、あ、いえ、結んでます、結んでます。一番左と一番右は結んでるんですけど、真ん中は撮ってるんだ、結ぶ前に撮ってます、うん、真ん中の清水寺は結んじゃダメなんですよ、お持ち帰りくださいって書いてあるの、うん、すごい。このみくじに合う人は万事、万事だ、万事か、万事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 、心のままならず厳しいこと言うわね。厳しいこと言うんですよ。まあまあ、でもね、私もうケチョンケチョンに書かれてるわけ、ざっくり言うと、うん、まあ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 、はい、というわけで、うん、今年1年私のこといたわってください。そうだね、はい、よろしくお願いします。大丈夫大丈夫、じゃあ次の一番お願いします、はい、うん、私の写真、うんうん、私の写真っていうか、まゆみちゃんです。そうそうそうお肉食べました、うん、お肉食べましたね。ゲームセンター行ったの昨日？昨日じゃない、昨日じゃないですけど、おとといか、いや、わかんない、ちゃんと会議したんです、うん、ちゃんと会議しましたよ、会議した。その後ゲーセンって面白いね、うん、
私この人は全然なんか好きなゲームが違って、私 UFO キャッチャーやりたいんだけど、うん、なんか撃つやつやろう、撃つやつ撃つやつ撃つやつとか言ってだってさ、ガンってやつ、ガンってやつとか言って、撃つやつやるんだと思ってなんか結構私の周りとかはそのレースとか、あの車のやつ、うん、車が下手なんですよ私、あの好きな人が多かったから撃つやつ、すごいやりたがってる人はあんまいなかったんで撃つやつ楽しいよ、ああいうの好き。巻いてあるお肉はね、うん、あの焼いたらね、あのフル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 って剥がれてくんですけど、うん、ねー、これ何、なんてお店行ったんですか。友達、あ、友達友達友達っていう焼肉屋、新宿にあるんですけど、安かったっす、ね、安かったです、美味しかった、うんうん、肉にまみれましたね、いいな、ね、力出るよね、うん、あ、お昼だよ焼肉行く、行きたい、あ、行く、行きたい行きたい、北千住にさ、いい焼肉屋さん、うん、あ、なかったっけ、なんかいっぱいいっぱいあるよ北千住は、行きましょうじゃあ、行きましょう行きましょう、ね、うん、特にこの写真については説明ありません、ほら、うん、なぜ出した、まゆみちゃんの腕が細い、太いの、細いじゃん、すっごい太いのもう私今すごい、だから大麦とか買ったんだって、そうなの、うん、あるもん、次の写真行きましょう、はい、私ですね、この前あの私もなんか違う写真、私も松本城とかこの前の登ったから、その写真すればよかったなって途中で思ったんだけど、これ松本城登ったんだ、いつも変わらずライブの写真ですいません、でもね、あ、初めてついちゃんのライブの写真ブレないの私好きだよ確かに結構私好きだよありがとうございます、うん、で、この前やっぱシンガーだなって感じするもん、あ、そっか、そこは、うん、そっか、うん、ちゃんとライブの写真に真面目に、真面目じゃないみたいじゃない、真面目じゃないわな私のはなおそう、あら、だからさ、写真にするとどうしてあなたがこうなるのかが私には不思議でしょうがない、うん、素敵でしょいや、この角度何よ、この角度、よかった、こういう写真くれたからさ、このこともね、あのさっちゃんもさ、どうしたこれ左の首を伸ばしてる写真ですか、そうです、だから面白いストレッチしてる二人ともなんか首が寄り添ってるところが面白いなと思ってあー、めっちゃ仲がいいみたいだね、ね、すごいいい子なんですけど、まあ、セクシーですね、セクシーですわ、二人とも私こういうドレス好きなんですね、そうでしょうね、うん、あなた多いよね、でも最近着ないようにしてたの、ライブで、うん、ライブハウスとかだと、おねえになるから、おねえになるからさ自覚してたんだそうだけど、ここはあの、ね、六本木のソフトビートさんはあのこういうなんかシックな感じだからいいかなと思って来て、うん、それもなんかテイストも合ってるしね、お二人、そうそうそうですね、うん、そうそうそう、なんか本当に皆さんも来ていただきましてありがとうございました、いろいろチャレンジさせてもらってですね、またチャレンジャーだった、チャレンジャーだった、チャレンジャーだった、チャレンジャーもね やってね、チャレンジャーを昨日録音してきたんですけどね、チャレンジャーをちょっとね、あの音源化しようと思って、おー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 、もうほとんどほぼほぼ出来上がってりつつあるみたいな感じですけど、まあいいか、まあいいかってのか、でもちょっと自分の宣伝していいですか、もちろんもちろんもちろん、7月11日に、あー言わしたげて、そうだね、いいよ、7月いやいいよいいよ、じゃあごめんごめん、黙ってる黙ってる、あはい、いいよ、でももうやもうや、7月11日に、11日にあの中目黒の楽屋さんっていう、まあ、あのお食事もすごい食べれると、何よ何よもう何よちゃんと言わせてよ、そうよ聞いてんじゃん、めっちゃ聞いてんじゃんで、あの怖いの本当にすごい怖い7月11日にで、あの楽屋さんっていうお店で、あの、はいはい、やりましたね、前ね、そう、今回は、まあ、榊原さんちょっとあの CD が出来上がってからワンマンにちょっとお呼びできてなかったから、榊原さん、榊、そう、榊ってやっぱやりたいなと思って、で、榊と、そしたらなんかあの、まあ、今までやったそのふとちゃんとか、あ、うん、あのベーシストの俺も全然呼んでくれないじゃんって言ってくれて、すごい嬉しくて、うん、あのふとちゃんも呼んだら、そしたらメンズばっかなったなと思って、ここはもうメンズで全員なんか行っちゃうとか思って、全員4人、ピアノの方も男性で、前もやってくれた方なんですけど、あとパーカッションもこの前のハーヤンっていうね、あの一緒にワンマン出てくれた、で全員メンズのメンズの中に歌うみたいな、ハーレム、年齢も様々、タイプも様々な、10代から50代まで、いや、まあ、10代いるの、いないか、いないね、いない、まあ、でもあのすごい、まあ、す何その男性推しとかじゃないんだけど、でも全然雰囲気が変わっていいんじゃないですか、そうなんですよ、だからたまにあるよね、そういう女性が出す雰囲気と男性が出す雰囲気があるじゃないですか、私男性とほとんど一緒にやったことないわ、そうだよね、うん、私もだから結構最近は女性ってなんか多かったんだけど、今回は初めてやるのが、初めてなんかさ、こうドンってくるリズムが男性の方がやっぱり強くて、あ、安定してるなって思うことがある、うんうんうん、あ、まあそこはもう
あれがこれかもね、うん、何やってんの、え、鼻くそ出てきちゃった、違うよ違うよちょっと何やってんの、何やってんの、本番入ってたんだよ、あ写真だからさ、私撮ってないから、あまあ、じゃあそんな感じで、はい、はい、CD を、CD 今日もいっか、いいよ、いいんじゃない、でも時間がさ、結構ないよ、だっていろいろあるじゃん、じゃあ CD1 分くらいだけ出してみよう、1分だけ、1番だけなんか言わないの、何も、あ、そのままいっちゃうのね、夏の匂い、春の色を砂嵐のテレビ夢と現実の間に引き込まれ夏の匂いが秋に変わってくみたいに全てが自然に移り変われたらいいのに恋人と別れて泣いてたあの子はもう新しい恋を見つけたみたいみんな一人だから優しいぬくもりを探してるそんなまた切なくなるの秋の始まりはなぜかロマンティックすぎて夏の暑さなど忘れてしまう それではですね、岸さやかと佐野真由美で6月の歌うたい聞いてください、どうぞ。いいよ、そこからで。
とうございます6月の歌うたい聴いていただきました。なんかいい曲だなってね、改めて久しぶりに聴いた。前回この曲いつやりましたっけ。結構やってるな。そっか、でも雨の日しかやってない。そっか、ここではそうかも ね。では今日はですね、なんかちょっと雨にちなんだ曲なんかいいんじゃないのということでですね、美空ひばりさんの愛さんさんとという曲をやらせていただきます。あの朝ねもう一回聴いてきたら本当にやっぱりいい曲ですねということで、
人生って嬉しいものですね。聞いていただきました。ちょっと私あの用事が、えリーダーもやんないの？あ、リーダーやる。トイレ違う違う、私がフリーダムだった。じゃあフリーダム行きましょう。私がフリーダムちょっとうまいこと言ってんじゃないの？え、43分ね。はい、あと7分ですね。タバコを吸う人がここには誰もいない。気付かないよあるの生まれて運年いろんな道を歩いてまいりました。佐野真由美、今宵も年を取っていきます。え、なんかこれ何ミサみたいな感じいやー、ちょっと BGM がおかしい。イエーイありがとうございます、ありがとうございます。ドン、後で食べるとしてね、はい、今日はカモメの卵、カモメの卵をいただいております。まゆみちゃん6月25日、ね、お誕生日ついに還暦になります。イエース、誰かちゃんちゃんこ、私にちゃんちゃんこをくれ。あらかんあらかんちょっとあらかんではない。あらかんがこの髪型どうかと思うよ。どういうことよ、髪型じゃないよ。いやー誕生日、ね、クレームがすごいんですよ今日ずっと。多分私次の放送もう過ぎちゃうからね。誕生日あ、ちょっとあ、ギリギリ終わっちゃうんだ。え、終わっちゃうよ。あ、ギリギリじゃないよ、ギリギリだよ。なんで2週目、2週目だもん、私1週目だもん。はぁ、ね、2個2個必要だったいらない、いらない、いい、いい今週のフリーダムやる、やるの、やりましょう、やりましょう。じゃあはい、フリーダムお願いします、お題を。この半年の印象に残ったことですか。思い出すごいハードル高いけど、すごいハードル高いね。あ、そうだ、上半期最後ですもんね。はい、あと3分、はい、はい、暗いんだ京都に行ってみくじを引いて今日が出ました、ことがありました、きっと明日は
晴れるはず。1月2月3月4月5月6月半年ってあっという間に過ぎますね。ああ夏がもう少しで楽しみだな。お誕生日が2日後に来るのですが、3日後まだお祝いしてくれる人募集中です。ハッピーハッピーバースデーハッピーハッピーバースデー。私もあさって年を取ります。あさってしあさってだ、おめでとうハッピーハッピーバースデー、これいいなありがとうございます。いい曲、いい歌だったよ。いい曲だったね、いい曲だったねすごい暗い、ちょっとあの譜面だよ、あ、そう、すごい暗い曲なのにさ、うんうんうん、ハッピーハッピーバースデーって言う、おりよしで来たねどう考えてもメロディーもハッピーじゃないんだけどあのとても印象に残った曲でしたね。したね、こんな終わりでいいのかな。じゃあ下半期もよろしくお願いします。よろしくお願いします。サポーター募集しております。サポーター、はい、はい、私たちがあるのもね、皆様のおかげですので、このペンがもらえるよ。お、はい、このペンすごい使ってます。私も使ってる蛍光ペン、あとこれもはもらえないけど、それはもらえない本当 ね、いろいろ特典とかがあれなんですけどね、はい、はい、ちょっと頑張ってね、来期からも、来期下半期もよろしくお願いします。よろしくお願いします。お昼だよ、ね、